九州選挙区。N. H. K. と裁判していると。弁護士法七十二条違反での。政見放送です。お話は。堀江政経塾塾長の。斉藤健一郎さんと。実業家の。堀江貴文さんです。斉藤健一郎です。堀江貴文です。 NHK をぶっ壊す <laughs> ということで <laughs> <はい S 2> え小選挙区の方は NHK 党公認の昭和党構想そして堀江成慶塾のメンバーにご投票ください。そして 2枚目の投票用紙は NHK で NHK と書いてくださいよろしくお願いしますということでってらっしゃ NHK 党ねはいそうですねはいよろしくお願いしますそれでは政見放送の方を始めていきたいと思いますそうんで僕がここにいるかっていうと斎藤君は僕のあのんか秘書兼運転手みたいなことやってますマネージャーって呼んでますマネージャーですはい非常に性格がよくて明るいスポーツマンですみんなの言うことよく聞きます <laughs> だから、すごいいいなと思ったんですすっげえ政治家向きの、すごい政治家向きです。はい <laughs> ずっと政治家になりたかったんですよねそうですねはい僕にずっとその話してますもん一回ね首相官って行きましたよね首相官で行きましたはいもうここが俺の住みかだって頑張ってそこに行きたいって言ってましたそうですねはいでもねちゃんとね政治のことも勉強しててね僕のだからんで僕のんか付き人みたいなことやんのって言ったらや堀江さんに会った方が一緒にいた方が大臣とかといっぱい会えるじゃないですかって言って実際会ってますよね いや大物の方々ともらいたお食事させていただいたりとかお食事させていただいたりとか<は>いろいろありましたよね随分とたくさんはい。はい 僕はなんでここに出てるかというと斎藤君を応援するていうのもそうなんですけど立花さん、NHK 党の立花さん、意外とまともな人です。そうですねと会うまでは、俺は会うまでは確かに皆さん、ここ見てる皆さんと同じような、何この色物って思ってたんですけど話してみたら、意外とすごいんですよね。そうなんです本当にはい ちゃんと NHK の職員だったわけですからねもともとその海老沢さんとかね昔のね代表の方ねすごいそこのも付き人みたいなことをやられてて NHK の隅から隅まで知った上でこの活動してるってことであそれはすごいなとで今回もね何年もかけてね政権を取るとっていうことをだから俺んかベンチャー企業が好きだから。 俺もベンチャー企業やってたんで,、はいそうで。あそうですね。そうそうそう、うん、だから、なんかこういうこう。弱小ベンチャー企業がこうなんか世界を取るみたいなのが好きなんですよね。うん、多分ね。<laughs> 要するに政治の,のスタートアップ企業ですよねスタートアップっていうのはなんかまともなこと言っててもダメなわけ成功法で言っても絶対勝てないんですだからなんかいろんなこと考えてるからまた色物みたいに見られるんだけどちゃんと戦略を練って一番最適な戦略を練ってここでとにかく勝とうと一議席でも取ろうということで。 僕もちょっと応援に参りました。はい、ありがとうございます。まあそのせいで他のテレビ局出らなくなりました。すみません。そうなんです。収録飛ばしてしまいました。そうなんですよ。僕がやってる会社のなんか宣伝とかやりたかったんですけど、そこのテレビ局出て政見放送出たらダメだって言われました。選挙期間中は出せないということではい、それぐらいそれぐらい気合を入れて応援に来ておりますので、僕は地元あの福岡なので九州の皆様あのちょっとでも僕正直。 ねうん、あのなんかどこも入れる党ねえなって思うことってあるじゃない、ねうん、俺も思うのよ、うんうね、やっぱり、はい、どこの党もここの党もうん、うん、この党もうんって思った時に何か変えてくれる、はい、何か変えてくれるかもしれないっていう意味で言うと期待値が高いのは僕は NHK 党だと思いますよ、はい、ありがとうございます、うん、だから、うん、ここ見てる人たちで全く決まってないと。 だから候補者は誰かこの人入れようと思ってるかもしれないがそうじゃない人いると思うんですよ。俺もそうだ長らくそうだったからだったらちょっと2枚目の投票用紙に NHK 通って帰ってみようかなって言ってもおかしくないよそうだよねそうですその通りですいや本当ね日本を変えるパテンシャルがありますよこの党にはだから今までのやり方全部やめて。 そのね候補者の人たちとそのまあお金ねなくても頑張れるような仕組みを作ったりとかあの皆さんの声をダイレクトにネットとか経由で聞いてそれを政策に反映させたりとかっていうことを柔軟にやるだから諸派党構想ってのはそうなんだよねまさにその通りです <ね S 2> はい柔軟ないろんな方々の考え方を入れていくというそうで斎藤君がこれで通ったら僕も ねはい、斉藤君の秘書やろうかなと思っててはいそうなんですそうなんです立場逆転ですよ僕も <laughs> 僕が今現在秘書という立場だから公設第一秘書になるといろいろ面倒くさいんで私、ね、設秘書で勝手に秘書やりますんで、はい、そうすると何がいいかっていうと、はいうん、僕が考えてることが斉藤君経由で国政につながるとそうですねだから皆さんが思ってる不満とか、うんうん、もう特に新型コロナウイルス対策で、うんうん 窮屈な思いされてる方々うん、うん、たくさんいらっしゃると思いますうん、うん、あの本当一般市民の方々もそうだし、うん、特に僕も飲食店経営者なんで分かんないです飲食店経営者の人たちも辛い思いをしたと思いますうん、うん、あとまあ飲食店はまだね時短保証金とかもらっててよかったけど、うん、酒屋さんとかね、うんはい、なんかそこに物を卸ろしてる人たちとか保証金ほとんどもらってないですからうん、うん、多分みんな憤りに、うん、も,うもうどうしていいのか分かんないって思ってる方々 少しでもその憤りを変える可能性があるのは、はい、この NHK 党なんですよ、うん、はい、ね、そうです NHK と裁判してるだけじゃないんですよねそうなんです本当そうなんですまあそれで有名になりましたがはい まあそこで NHK で収録してるのも変な話ですけれども <laughs> あの非常に立花さんはまともなことを考えられてる方だし、はい、ここで活,あの活動されてる人たちもまあなんか変な人もいるけれども、はい、あの基本的には面白くて行動力のある人たちばっかり斉、ねうん、藤君はとにかく僕のもともとずっとねマネージャーやってたんであの僕の考え方全部かん、うん、知ってます。 だからあの間接的に、ねうんね、僕の,あのやりたいこととかも国政に届く可能性が高い。うんうんうん あの結構よく言われるんですけどじゃあ堀江さん出ないのかっていうこともよく言われるじゃないですか、うん、でもやっぱり僕は堀江さ,さんは出るべきじゃないと思っててやっぱりそれなりに賢い方々がやっぱ出てしまうとやっぱり国会ってやっぱり時間を取られてしまうそれはね斉藤君がやってくれると、うん、そ,うそうですねだから選挙と政治を分けるっていうことは立花隆も言ってますがそ<う>やっぱそういうふうに政治と選挙を分けるってなかなか難しいんじゃないと思いますがとにかく変わる可能性、うん これに入れるだけで日本が大きく変わるきっかけになるかもしれないだってこれあの状況で全然知名度がない状況で1議席ね参議院で取ってさらに1議席増えて何んことをやってるわけですよこれすごいことだよね。 国政政党ですからそう国政政党だからこそ、こうやって政見放送で皆さんに訴える機会もいただいておりますよね、そうですだから僕はちょっと応援しようかなと思って、政見放送初なんですけれども、応援しに参りました、斉藤君をね、ぜひ男にしてあげてください、もう本当に彼は政治家になりたくて、ならたくてしょうがない、それを僕たちは利用して、僕たちの声をですね僕経由で、ダイレクトに国会に伝えると。 いうことがこれも台風の目になるということでね、それをやるためには皆さん九州の皆さんがね、これを政権もを見てる皆さんが二枚目の投票用紙 NHK とっていうふうに書いていただけるといいわけですよね。そうです。その通りです。二枚目の投票用紙に NHK と書いてください。よろしくお願いします。いやあのもう全力でその期待に応えられるように取り組みます。あの斉藤君はね、首相官邸にね向かって精一杯頑張ると。はい いやでも本当ね、これ、うんあのー、正解が、ね、再編しないと、うんはい、この、ね、閉塞感、うん、特に新型コロナウイルス対策で皆さん、感じたと思いますけど、うん、やっぱりこの国って変わらないんだって思ってて、うん、すごくそれに落胆してる皆さん、たくさんいらっしゃると思います。うんね、そのの人たちが、うん、もう本当にありの一血で、ねうん 変えようとするのはこれですよベンチャー政党でございますよ大政党じゃなくてベンチャー政党が日本を変えていくということで2枚目の投票用紙は NHK 党と NHK 党と書いていいですかはい大丈夫ですもう最高ですじゃあ最後にいつものやりますかはいやりましょうそれではじゃあお願いしますいきます NHK をブックース俺やっぱうまくないなこれなちょっと違うんですよこう 九州選挙区、NHK と裁判してる党弁護士法72条違反での政見放送でした。